2020年7月26日茨城県牛久運動公園野球場、この日茨城アストロプラネッツと栃木ゴールデンブレーブスの公式戦が行われました。7月20日ビジターで行われた神奈川との試合は2対7で敗れました。そして24日ビジターで栃木との試合、0対8で敗れ2連敗。調子ですか？はい、いや悪くはないですね、ただ前回そんないいイメージで試合が終わったわけじゃないの で昨日も中止になって、まああんまいい流れじゃないですけど、もう一回いい流れを練習でいい流れを作ってそのまま試合に持っていきたいです。今日はちょっと初の僕スタメンなんで、今シーズンちょっと緊張してますけど頑張ります。もう一番 DH ですね。もう守れないですね。年なんで実力的にそんなにないんで、とりあえずこう泥臭くチームを鼓舞できたらいいかなと思ってます。まだホーム戦1勝なんで、まあ、今日勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。お、寺島選手、お願いします。今日の意気込みを教えてください。はい、頑張ります。アイゴーゴープラネッツ。いいね、ありがとうございます。8番ファースト。8番ファースト、うん、裏の4番。裏の4番で活躍期待しておりますが8番らしくないバッティングします。よし、ガツンでいきます。ガツンと若松投手から。よし、3も期待しておりますのでお願いします。最後いきますよ。ゴーゴープラネッツ。お、本日先発の矢作選手ですね。今日の活躍はどうしますか？そうですね、前の試合7回であんまゲーム作れなかったんで、まあ、今日まず最低限ゲーム作ると、連敗してるんで、まあ、勝てるように頑張ります。今日の調子は？あ、調子はいいです。今日打てそう？今日打てないです。打てない？出ない？出ないか。出ないです。代打で出たら活躍期待します。はい、意気込みですか？はい、ヤクルト野村じゃないです。勝てー。頑張ります。先発と抑えのはどちらの方がいいですか？まあ、個人的にはやっぱり先発やりたいんですけど、でやっぱりこう、まあ、自分にやっぱ足りないものっていうのは先発やるにあたってたくさんあるので、足りないところはやっぱりそういうところをしっかり今中継ぎで試合数いっぱい投げさせてもらっているので、そういったものをこう一つ一つこうできるようにして、また先発戻れた、また新しい姿で先発戻れたら、いいなというふうに思います。ファンの皆さんに一言、はい、お願いします。本当にこう有観客時代になってから、チームの勢いというか雰囲気もすごく良くて、やっぱりこう無観客と違いをすごいもう僕も今感じるところです。これからも球場の方にお越ししていただいて応援してくださればと思います。よろしく。今年初、日曜日の有観客試合、地域の高校生たちとベガスダンサーズとのダンスコラボ企画、スタジアム内を大いに盛り上げてくれます。ゴーゴープラネッツ。ゴーゴープラネッツ。ゴーゴープラネッツ。頑張れます。茨城アストロプラネッツ、これまでの戦績は2勝12敗3引き分け。今日は勝つぞ。ゴーゴープラネッツ。選手たちの水抜き作業の甲斐もあり、試合開催間近です。まずはオープニングダンスイベントからスタート。コロナウイルスの影響でダンスやチアの舞台がなくなっています。日頃の努力の成果を発表することができました。今回参加してくれた皆様、本当にありがとうございました。またぜひ踊りに来てください。
失礼します、ファンの皆様たちに、一つでも、勇気と感動を与えるように頑張っていきますので、これからも応援の方よろしくお願いします。茨城アストラプラネッツ番号27番池田博です。茨城アストロプラネッツ対栃木ゴールデンブレイブス、いよいよプレイボールです。土浦湖北高等学校の高塚結菜さんの始球式で試合開始。ありがとうございました。大きな拍手お送りください。茨城の先発はゲームを作りたいという矢作投手、期待しましょう。1回栃木の攻撃、フォアボールのランナーを一塁に置いて、ワンアウトを取りますが、次の打者にもフォアボールを与え、一、二塁。三振でツーアウト。そして、レフトオーバーのタイムリーツーベースヒット。二点を先制されました。三回の栃木の攻撃。先頭打者にライト前ヒットを打たれると、続く打者にもライト前ヒットでノーアウトで一、二塁。三者連続ヒットでノーアウト満塁、大ピンチです。5番指名打者ルークス。そして痛烈なサードゴロ、5-2-1だ、ダブルプレー、寺島選手ナイスプレー。ツーアウトながらピンチは続き、センター前にタイムリーヒットを打たれ追加点を奪われました。4回栃木の攻撃、その先頭打者、左中間を破るツーベースヒット、ワンアウト後レフト線へのタイムリーツーベースヒットで5-0。もうこれ以上は点は挙げられない。立ち上がったのは大場投手、三振。内野ゴロ。大場投手見事に後続を断ち切りました。回は進み、7回茨城の攻撃、先頭は海老根選手、5時のチャイムと同時にセンター前ヒット、反撃のチャイムだ。さあ続け寺島選手、綺麗な流し打ち、レフト前ヒット、ツーアウト後丸本選手がフォアボールを選び満塁。ここで今日スタメンマスクの伊達選手、内野ゴロで万事休すと思いきやセカンドセーフ、1点返しました。続くは今季初スタメンの小野瀬選手、粘りに粘ってフォアボール、さすがです。5-2、あと3点。8回茨城の攻撃、ノーアウトで1、2塁の場面、ここで寺島選手の登場、家族も応援してるぞ頑張れ、うまい、三塁へセーフティー気味のバント、間一発アウト、惜しい、ワンアウトで2-3塁。ここで最近球が見えてるという水野選手、センターへ犠牲フライ、
5対3、あと2点、あと2点。続け、上杉キャプテン。いったか、レフトオーバーのタイムリーツーベースヒット、5対4、あと1点、あと1点。9回、栃木の攻撃。ツーアウト、ランナー2塁の場面。ここに来て痛恨のツーランホームラン。7対4、本当痛い。野球は最後までわからない。9回茨城の攻撃、ワンアウト2、3塁の場面。ここでバッテリーミスか。7対5、あと2点。しかし反撃もここまで。7対5、茨城アストロプラネッツ敗れました。ボールの見え方自体は悪くないんですけど、なんだろうな、綺麗に綺麗に打とうとしすぎて、強いスイングができなくて、合わせて結局低めなり変な球振りに行っちゃってたんで、はい、まあ、もっと強く振っていければなっていう修正ポイントが見つかったので、次に生かしていきたいなと思います。最後のバッターになってしまいましたが、そうっすよね、で自分が打ってれば7対7で同点だったので、今4番打たせてもらってるんで、まあ、4番打たせてもらってる以上、そういう場面で回ってきたらしっかり自分の仕事をしないといけないはずなんですけど、そうですね、いや調子も悪くないんで、まあ、練習しっかりやって前向いてチーム全員で勝ちたいと思います。いやそうですね、9回 の、 あのルカスのホームランは、まあ、自分の配球ミスで、今日の範囲は自分です。バッティングの方どうでしょう。バッティングですか、うん、バッティングは、まあ、良かったです、はい、2本ヒット打ってますね、はい、朝言ってたことが有言実行されました。そうですね、まあ、1本って言ったんですけど、まあ、2本打てて良かったです、はい、次は勝つんでよろしくお願いします。八木選手、はい、本日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合振り返っていかがでしたか。そうですね、あの試合ゲームまず作ることを大前提にやってたんですけど、まあ、4回5失点、まあ、ゲーム作れないで終わってしまったので、ちょっと悔しかったです。でも気合が入った声が出てたんですけども。そうです、から元気です。なんかもうもっとバターに向かっていけばよかったんですけど、調子悪くて前田さんの方に考えちゃって、ちょっとなんか弱気になっちゃいました。次の試合、笠間での試合ですけども、いやもう笠間で凱旋登板勝てるように頑張ります。はい、応援してます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。最初5点ビハンドから始まって、なかなか最後追い上げられたかなと思いますけど、もう一つですね。久しぶりのスタメン出場いかがでしたか。疲れましたね。出塁率すごい高かったんですけども。そうですね、あんまり僕ヒット打ってないんで、なんとか塁に出てなんかこうつなげられればなと思って。次の試合、笠間での試合になりますが、はい、意気込みをお願いいたします。そうですね、まあこれでなんとかこういうふうに追い上げて、今度はまあ先制、中押し、直しでできたらいいんですけど、もしこうやって最初に点取られた場合は、なんとかこのまま追い越せるように頑張っていきたいと思います。これで2勝13敗3引き分け、あともう一歩、次こそ期待、ゴーゴープラネッツ。次のホームゲームは8月1日と2日、もちろん2試合とも有観客試合。そしてさらに1日は笠間市で、笠間市に在住在勤在学の皆様、無料ご招待、嬉しい生で野球観戦お待ちしてます。
どうしても球場に行けない方、応援ドット TV でも無料配信します。お家から選手にエールを送ろう。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。